な一堂に会して発表して、それで、まあ、いろんな方に聞いていただく、そんな場があったらなんか素敵な交流ができるんじゃないのかなって。ニーナの宝物はおじいちゃんの形見のバイオリン、アクロバットもダメ、綱渡りができないのなんて当たり前です。逆立ちだってちゃんとできないのですから。このメロディーは男の子の心を温かく包んでくれるようでした。それから赤ちゃんを育ててる家庭などが家にこもりがちでなかなか外に出られない、そういう人たちがね、お出かけしてちょっと歌なんか歌ったり、ちょっと知ってる音楽なんか
聞いたりして気分転換ができる、そんな機会ができたらいいな。10年後にそんなコミュニティがあって、街のどこにでもちょっとフラッと寄って歌を歌ったり、ちょっとフラッと寄ってみんなでおしゃべりできたり、そんなコミュニティがどこにでもあったらどんなに素敵かな。それが当たり前になったらいいな。私たちはそのいろいろなあの川越の方たちも全然知らなかったんですけれど、本当にあの出会いがあってお目にかかることもできましたし、お力をお借りしていっぱい助けてもいただきました。あの人とつながろうと思って、あの音楽というツールを歌うこととか、それから楽器、あの本当にカホンとかね、打楽器とか、そんなものでもあの楽しむツールになり得るので、皆さんもぜひいろいろなところにチャレンジして、ね、お若い皆さんたちもどんどんいろんなところに出かけて、皆さんをあの楽しませてあげていただきたいなと思います。本当にあの寒い中足を運んでいただき、最後まで聞いていただき本当にどうもありがとうございました。